はい、えー、皆さんこんにちは鈴木森生チャンネルへようこそ、えー、このチャンネルでは看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています、えー、今回のテーマは横断の分類です。えー、最初にビリルビンの代謝について説明し新生状段溶血性横断肝細胞性横断閉塞性横断の順に説明していきます、えー、記憶に残る復習の仕方、早期して保存について説明し 最後に横断の分類に関する国家試験過去問題について解説をします。古くなった赤血球赤血球というのはだいたい平均寿命が120日ですから100日120日ぐらい経った古い赤血球は脾臓という器官の細毛内皮系の隙間を通れなくなってそこに引っかかって破壊されるということになります。 破壊された赤血球からは中からヘモグロビンが出てきますね。そしてヘモグロビンは漢字で書くと知能色素と書いて血色素というふうに言います。このヘモグロビンは脾臓で関節ビリルビンに変換されます。ちなみに関節ビリルビンのビリルビンを漢字で書くと単重色素になるわけです。この関節ビリルビンは非常脈に流れて 非常脈は門脈の枝ですから門脈に流れてそして肝臓に行きます、えー、肝臓の働きは人体の化学工場ですよね、えー、肝臓の毛細血管を関節ビリルビンが流れていると、えー、肝細胞はその関節ビリルビンをグルクロン酸包合して直接ビリルビンに変換します、えー、直接ビリルビンは、えー、単汁の成分として 胆汁、えー、の中に排泄されてそして胆汁は、えー、毛細胆管管,管,、えー、管管内胆管肝管それから総胆管を通って膵管と合流し、えー、腸管に胆汁、えー、は流れていきます胆汁、えー、の中の直接ビリルビンは腸の中でウロビリの源に変わってそしてそのほとんどが便中に排泄されます、えー、一部 ね、ウロビリノゲンの一部はですね腸で吸収されて再び腸管循環に入るということを知っている人もいらっしゃるかと思いますですから皆さんが自分の便の色を見たときにこの便の色はウロビリノゲンの色でそしてもともとはヘモグロビンの色だったんだなというふうに思えばいいわけですよねさあまず一つ目は新生児横断です えー、胎児はですね、えー、あの肺呼吸をしませんから実はこのヘモグロビンが、ね、普通よりも濃くてそして母体からら酸素をもらいやすすくでできててるんですよねそして生まれたあとはそのヘモグロビンは不要になります通常量に戻せばいいわけですからヘモグロビンは、えー、だいぶ関節ビルミに変わります。 そしてその関節ビリルビンは肝臓に流れていくんだけれども、まだ生まれたばかりの新生児は肝臓の機能が未熟なので、関節ビリルビンを直接ビリルビンに変えることができない、グルクロン酸保護機能が低下しているということになります。はい、ですから新生児は肝機能が未熟なため、生後3日目から5日目ごろに血液中に関節ビリルビンが増加して、 申請時生理的横断になります、はい、2つ目は溶血性横断ですね溶血性貧血例えば自己免疫性溶血性貧血であるとか遺伝性急上赤血球症といった溶血性貧血になると溶血がどんどん進みますそして中から出てきた赤血球は脾臓で処理されて中から出てきたヘモグロビンは 関節ビリルビンに変わります、ね、その中から出てくるヘモグロビンは、えー、普段よりもすごく量が多いので当然関節ビリルビンもたくさんできるということになってこのかたくさんできた関節ビリルビンが血液中に流れ出て横断になります。はい、溶血性貧血は血液中に関節ビリルビンが増加する溶血性横断になります。肝炎肝硬変になると 肝臓の機能が悪いので直接ビリルビンができないのかなとつい考えてしまいます。でもそれは違って生き残っている肝細胞は関節ビリルビンを直接ビリルビンに変えるところまではできるわけです。けれども何の機能が悪いかというとこの直接ビリルビンを単純の成分として排出するということができなくなります。 つまり肝内の胆管の機能が悪くなるということになるわけですね。そうするとこの排出できなかった直接ビリルビンは血液中に逆流することになります。えー、ですから肝炎肝硬変は直接ビリルビンを胆汁中に分泌できないために血液中に直接ビリルビンが逆流して増加する肝細胞性横断になります。 最後は閉塞性横断です。え例えば相胆管結石であるとか胆道にがんが発生したとか、えー、水頭部がんがあできたとか、ね、えそうするとお相胆管などの胆道を狭くしたり閉塞したりしますすると胆汁が胆道の中に訴えして相胆管が訴えする肝管,管が訴えする肝内胆管が訴えます すると直接ビリビンがやはり、ねえー、排出することができないので血液中に逆流して、えー、直接ビリビンが血液中に増える閉塞性横断になります国家試験には確実に合格する学習方法があってこのチャンネルでは「ラーニングするディスカッション」の頭文字を取った LTD ですよと教えています 国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格できますよということです。LTD をすればそのような状態になるので合格できるわけです。LTD は記憶の三原則にも有効で、理解して覚える記念、短記憶や長記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期です。学習効率の非常に良い LTD について詳しく知りたい方は、学習方法の回をご覧になってください。 それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると早期の訓練をするので記憶に保存されて忘れません。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートも、ああ、そうやって覚えたらいいのかと決めることができて喜んでくれます。その時には、ハッシュタグ鈴木森生チャンネル、ハッシュタグ横断の分類とつけてください。お願いします。 新生児横断、溶血性黄断、幹細胞性黄断、閉塞性黄断の病態を説明して、血液中にどっちのビリルビンが主に増えるのかも説明してみてください。はい、国家試験問題で、血液中のビリルビンの由来はどれか、これはそのうち必修問題になってしまうと思いますね。えー、血液中のビリルビンの由来は、今回やったようにヘモグロビンということになります。 はい、この問題はなかなか、ね、歯応えのある難しい問題だと思います。正しい組み合わせはどれかということで、左から横断の原因、え増加するビリルビンの種類、そして疾病が並んでいます。まず1番、えビリルビンの過剰生成によって直接ビリルビンが増えて新生児横断になるのでしょうか。新生児横断は確かに、えーね、それまでヘモグロビンが多かったので、えビリルビンの過剰生成にもなります。 でさらにそれだけではなくて、えー、肝機能がまだ未熟ですからグルクロン酸包合の異常包合異常も起こるわけですよねけれどもグルクロン酸包合できないということは増えるのは関節ビリルビンということになりますので、えー、真ん中直接ビリルビンのところが誤っているということになりますはい2番ビリルビンの包合異常で関節ビリルビンが増えるのは溶血性黄疸でしょうかね えー、溶血性黄疸は確かに関節ビリルビンが増えますけれどもそれはあビリルビンの縫合以上ではなくて、えー、溶血が進めば進むほど中から出てきたヘモグロビンが関節ビリルビンに変わってしまうビリルビンの過剰生成によるわけですよねなので一番左側が間違いということになります はいえー、4番を先に見ます。ね。えー、かんがの障害で関節ビリンが増える、ー、病気としては、単管癌というものはあるでしょうか。ね、えー、確かに、単管癌になると、肝外単管を、ね、狭窄閉塞しますから、単汁が訴えします。単汁が訴えしたときに血液中に逆流するのは、関節ビリルビンではなくて、直接ビリインですよね。ですから、これも真ん中が間違いということになります。 さあ最後3番ですけれども、えー、管内胆管の障害直接ビリミン原発性単純性肝硬変、えー、原発性単純性肝硬変はねちょっと珍しい肝硬変が使われていますけれども肝硬変です肝、えー、炎や肝硬変は関節ビリミンが直接ビリミンまでには変わるんですけれども管内胆管が障害されていて胆汁中にこの直接ビリミンは排泄できないんですよねそして直接ビリミンが血液中に逆流するという基準ですから この3番は正しいということになります。はい、国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。